まずはベンチャーズをまずやりまして、で歌もちょっと歌いながら、一部二部構成でいきたいと思います。それでは最初の曲です。加山雄三さんのブラックサンドビッチいきたいと思います。どういう曲でしたっけ？これカポ入れませんからね。あ、そうですね。業務連絡よし、いきます。さんのブラックサンドビーチという曲で、実は私加山雄三さんが大好きでですね、憧れてまして、で彼は多才ですよね。絵もうまいし、スポーツも万能だし、でギターもうまい、歌もうまい、作曲もするっていうね、もう本当に万能な方で、何一つ同じようなところはないです。唯一、ギター弾いて歌作って、そんな、ね、ちょっとぐらい近づきたいと思いながらやってますけど、全然ダメですということで、加山さん長生きしてほしいなといつも思ってます。ちょっとね、引退されましたけどね、もうライブはやられないということで、ということで、そうですね、そうだ、今日すごい面白いもの持ってきます。これちょっと見ていただきます。ベンチャーズ、ベンチャーズご存知でない方いらっしゃると思うんですけど、この、4人組がベンチャーズを語る上では本当のオリジナルメンバーなんです。で、このアルバムはですね、1965年に来日した時に新宿厚生年金会館で、ライブをやられて、そのライブ録音なんですよ。で、それが入ってるんですこれにね。で、僕たちは本当にベンチャーズ大好きなのはこのライブ音源、これの1965年のベンチャーズのサウンドが一番最高なんですよ。スピードもあって、めちゃくちゃいいです。でこれが僕たちの、いわゆるバイブルになってるんですね。で、この中にメンバーいらっしゃるんですけど、一番右側がスティック持っちゃってるんですけど、メル・テイラーさんっていう方ですね。で、メル・テイラー、で、この方がボブ・
ボーグルさん、ベース、ボブボグオンベースです。で、ここの、あのちょっと背の低い方がドン・ウィルソンさん。ドン・ウィルソン訳してないな。あれですサイドギター、うん、テケテケの生みの親、ね、この方がテケテケやるんです。テケテケテで、僕たちがテケテケやるとせいぜいリバーブかけてな感じなんですけど、この方がやるとあの、まあ、ちょっと専門的な話なんですが、スプリングリバーブっていうのをかけてピチ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 、これがベンチャーズさんのピチパチパチパチピチピチ、そんな感じの人、すごい人ですよ。この人おらんやったらもうベンチャーズさんの成り立ってない。で、まあこの方が私たちが一番好きな方、ノーキエドワーズさん。ノーキエドワーズ、ノーキエドワーズ、そうなんですよ。そこから私取ったんですよ。で、ノーキ岡田じゃちょっと恐れ多いんで、ノンキ岡田にしました。ああ、絶景そうなんですよ、ノンキなんで。で、傘さして立っておられる女性のことは誰と思いますか？見えない、想像で。美空ひばりさん。美空ひばりさんがどういうことかここにいらっしゃる。素晴らしい、素晴らしいですね。なんでこれを僕たちはバイブルにしていつもやってます。でですね、このあのライブある、あ、ライブの時に、一番最初にやった曲をちょっと今からやろうと思うんですけど、めちゃくちゃ早いんですよ。もうそれ真似ることはできないんで、ちょっと遅めにやります。ちょっといっぱい飲ました。じゃあ飲まんでよかよ。大丈夫よ。ガソリン注入。それではちょっと曲順変わるけど、クレールスやりましょう。はい、そうですね。早かったですね。早かった。早くでいいですか？ん？遅くでいいですか？普通でいい。普通それではあのクレールスいきます。クレールスっていう曲は荒れ狂う海っていう感じですね。イエーイ、いきます。One, two, three, four. Thank you.
ちょっとなにちょっとあの事務的には早すぎたんで、ちょっと指がなったので、ちょめちょめ年食ってきましたんで指も動かなくなりましたですよ、ほんまにみんなそうですよ。まあ、ほんと年は取りたくないですね、ほんとに年は重ねるごとにね。ベンチャーズいかがですかね。ベンチャーズいかがですかね。サウンドはベンチャーズサウンド。サウンド。あの生で聞かれた方っていますか。います。ああ、ありますあります。ああ、福南さんね。福南さんベンチャーズ大好き。どこで聞かれたんですか。ライブ。市民館。ああ。昭和48年。どこ？か7年ぐらいかな。市民会館。市民会館は防府市公会堂。ニューヨーク。昭和48年か48年あなんでニューヨーク俺それ言ってないな50年前もう来た、うん、その時ねクイちゃんもクイちゃんも見に行っちゃったらしい。影も形もなかったもう死ぬかと思った一緒にね死ぬかと思った同じところほんと死ぬかと思ったそれでは靴を買ったのね。次は定番中の定番の曲で、ダイヤモンドヘッドを聴きたいと思います。ダイヤモンドヘッドなんですよね。どっこんだりどっこんだり V ちゃん音が小さいな。めちゃくちゃ小さいね。うん、小さい。めちゃくちゃ小さい。次の曲はバックカットですかね。違います。俺言おうと思ったんですよ。やめ言われたよ。やばい。それではですね、あのパイプカットいきたいと思います。次の曲はバックカット。バックカットだろ。ちょっとチューニングします。僕もチューニングします。カッコだけね。全然できた。やってるし。一緒に。こんな。
緒でもすごい元気でした最後の、弾く曲で、先ほどちょっとご紹介しましたけど、このベンチャーズ、デビュー曲はね、ちょっとあんまりあのなんとかマッコイっていう、ああそうすごい間に合うかヒットしなかったんですね。で2回目にあの2枚目のシングルがめちゃくちゃヒットして、このベンチャーズがアメリカでめっちゃ有名になって日本でも知られるようになったっていう、その曲がやります。急がば回れ、ウォークドントランノンプリバージョンでいきます、はい、急がば回れちょっと待ってください急がば回れですってね、そうですね、なんか弱かな OK です、行きます、はい、1,2,3,4
それでは大変お、待ちかねですね。次はプリちゃんが、リードを弾くコーナーでございます。プリちゃんはですね、まあ、知ってる人は知ってますけど、もうなんか約1秒くさいですけど、プリちゃんは本当に見たことないですよ。なんていうかね、もうちょっと言葉で表せないんですけど、本当にうまいで、私から言わせるとセクシーギターを弾ける人ってあんまりいないんですけどね、本当にセクシーなんですよね。で、今日はね、ドランカーズのイケポンさんも来てくれて、もうイケポンさんも本当にめっちゃギター上手いし、あとでね、多分やってくれると思います。でね、で、名前がドランカーズでしょ、酒飲みっていうことじゃないですか。でもね、多分俺たちの方がよく飲んじゃってる。だからね、ハードドランカーズとかにしようかと思って名前変えようかと思って。本番前にもう3杯飲んでなかった。そうそうそう。ということで、ハードドランカーズ。プリちゃんにちょっと弾いてもらおうと思います。これいくよ。ちょっとこれあとすっけ。オッケー、オッケーベイビー。これね。オッケーベイビー。これね。でね。それでは、ギターがドライブする曲です。はい。ドライブイングギター。ドライビングギターですね。どんな曲でしたっけ。そうっすか。さっき練習しちゃったでしょ。いきますよ。はい、ドラムギター、ワンツーでいいね。ワン、ツー、スリー、フォThank you.
いえいえ、素晴らしい。あ、メアニが入ったメアニが入ったじゃないちょっとあのギターの音が小さいじゃないですか。でそれではちょっと皆さんにご協力いただきたい曲がございます。レッツゴーという曲でですね、出だしがですね、レッツゴーチャチャラチャラチャラレッツゴーチャチャラをやりますので、で、あのそれを合間合間でちょっと入れるタイミングがあるので、まあその辺はちょっと最初は4回やりとなかったらやらんで最初4回ですから、行きましょうね。いきます、せーの、チャチャチャラチャラ、レッツゴー、Let's go! Let's 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 go! Okay, let's zoom in, let's go!一番元気のいいトリオ。ああもう素晴らしい。素晴らしい。で次はですね、ちょっと面白い人かしね。ちょっとムードがないですね。テロスターっていう。ちょっとあのあれですよ、宇宙とかね、そんなをイメージして聞いてください。テロスター。いきます。長いんですけど、前はね。これは大月のマーシさんにお送りします。心を込めて出させていただきます。ありがとうございます。よし、行きましょう。心を込めて。そうか。手が触れたら、飲めば変わらないな。Okay. One, two, three, four.
大変失礼いたしました。サイドギターが間違えましてすいません。コードを見失いましてご迷惑をおかけしました。あとプリちゃん帰りにビールをご覧に来てうちらのルールそれなって思います。ということで、一応インストのね、第1部のインストのちょっと、曲はこれで最後になりますかね、次は恋の薬9番、これを飲めばこの薬を飲んだらどうなるんだろうね。恋がもう9番目までやばい薬らしいですよ。やばい薬これは、じゃあ行きましょう。やばい薬もう遅い、もう遅い。まだ大丈夫ね。今からです。これからは花は恋の薬9番いきますよ。恋の薬キュアン、オーケーしつこい、オーケーチューニングやね、オーケー、もうどうしよう、オーケーだよ、もういいだよ。ワン、ツー、スリー、フォー。素敵な歌声で、いや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 、ちょっとだけ歌わせてください。濡れてください。雨お届けしたいと思います。素敵なのキーさんの、それではですね、懐かしい昔の方の曲です。荒木一郎さんという方がいらっしゃって、はい、知らない、本当知らない違うから声が違うから、これああ、そこだ。今夜踊ろうというとっても素敵な曲があるんで、それをで、実はですね、今までこれ、農家ボで弾いてたんですよ。で、ある人がですね、岡田さんちょっと聞いつも低いね、歌がって言われて、で、今日2カボにしたんですけど、結構厳しいんですけどこのぐらいがいいんかなと思って、ライブでは、酒飲んだら結構声出るじゃないですか。
ちょっと頑張ってみかこでやってみます。素晴らしい。でそのね、ちょっと高い方がいいんじゃないって言われたのが、ここにいらっしゃる西原のマスターでございます。いや、的確なことを言われるんで嬉しいんですよ、うん、自分がね、高く立ってるようでそうでもないっていうのがね、他にはあるんで、とてもいいアドバイスをいただきました。素晴らしい耳です。素晴らしいです。じゃあ行きます。今夜を踊ろう。今夜を踊りましょう。行きましょう。行列ちょっと待って行列カップツー。1,2,3 青い星の光が遠くに瞬く離れには、今宵も波のしぶきが騒いでいるぜ。星の光が素敵な夜空のシャンデリアさん、夜明けが来るまで踊ろう。 Yes, I'm dancing, baby. Yes, I do. I'll be dancing all night long. Dum, 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 dum. 青い星の光あなたに消えゆく水辺には、明日がやがてやってくる。雪が騒いでいるぜ。星の光が素敵な夜空のシャンデリアさ、夜明けが来るまで踊ろう。 Yes, I'm dancing, baby. Yes, I do. I'll be dancing all night long. Dum, 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 dum. 青い星の光あなたに消えゆく水辺には、明日がやがてやってくる。これでどうでしょうか。完璧でしょ。本当完璧だ。これ？ああ。そうかもしれない。そうかもしれない。そうかもしれない。もうちょっと上げてやれたらどうしようかと思って。もっとだよね。必殺。次はガソリンスタンドメドレーですね。それでは皆さん、懐かしい曲がちょっと詰まった GS メドレーをお届けしたいと思います。どんな曲が入ってるかというと、まあ、聞けば分かるんですけど、ちょっと一応説明します。思い出の渚、ランチャーズの真冬の帰り道、レッチシンガーズバラ色の雲、スパイダーズ夕日が見舞いてる、テンプラーズエメラルドの伝説、以上でございます。ノンフリーバージョンでお届けした。しっかり聞いてくださいよ。いきます。
シじゃねシシシちょっとこれ4カポにしたのでちょっとプレットが1、2、3、4今そこでです。ナイス。いきますよ。はい。Yes, I do. Yes, I do. はい。One, two, three. あの試合だったらビルが見えない今まで2カップにしたら4カップしてからねなかなかちょっと待ってゆっくりやめて人生ゆっくり OK です OK ですいきますプリヤマン1、2、3、4それゆっくりすぎる人生ゆっくり1、2、3最後の、ちょいちょい曲です。最近これが僕たちの定番になりまして、大体
ております。ですね、桑田さんが作曲した時代遅れのロックンロールという曲をお届けしたいと思います。あのね、桑田佳祐さんと世良政義さん、野口五郎さん、佐野元春さん、チャーさん、この5人があの、ね、演奏して、チャーさんを見たらめちゃくちゃかっこいいよね。それプリちゃんをプリちゃんがコピーしてね、素敵な、ギターを弾いてくれます。業務連絡2ですよ。2カポ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 。頑張って時代を受けろくろ行きましょう。下が回る回る。Let's go! 時代オープネのロックンロール1、2、3、4、1、2 この頃の平和という文字がおぼろげに霞んで見えるんだ。耳さえ打つように聞いていく世の中を嘆くその前に知らない素振りをする前に素直に声を上げたらいい。大事の果ては空と海まだ夢だなすみ周り道を繰り返して One day, someday, いつの間にか到来なんて時代は変わったよ。目の前の出来事を共に歌えロックンロール我々がいなくなったってこの世の一度は何一つ変わりはしないだろう。そんなちっぽけなもの同士お互いいいとこ持ち寄って明日に向かって突き刺さっても好きな感じ子供の命を全力で大人が名乗ることそれが自由という名の誇りさ。
飲みすぎ。